しい空を輝く海を渡せるもんか悪魔の手にはみんなの願い体に向けてさあ蘇れライディンライディンフェロインフェロインたちまち溢れる神秘の力どもが怪我すんじゃないぞ。アライソ、急いで出航だ。ぼやぼやしてるとチビどもがまた来るかもしれないからな。オーケー。されし者どもよ、地より目覚め化石獣となって現れよ。いでよ化石獣バストドンとなりて。バストドンにございます。ご苦労。アギャール将軍、お前が敗れたというライディーンの姿を一度見せてもらおう。アナイセイ。はい。バオラよ、悪魔の時代の完成を邪魔する者は必ず打ち倒します。出撃。
人も船もこんな石にしてしまったやつらの魔力とは一体何なんでしょう。分析できんか。一体一郎たちはどこへ連れ去られたのじゃろう。そう気を落とさんでください、博士。きっと昭君たちが手がかりを見つけてくれますよ。デモンだな、カチカチだぜ。悪魔の力がこうまで固くしているんだ。呼んでいる。どうしたアキラ。ライディーンが呼んでいる。全速力で岩場に突っ込むんだ。ヒナ、まさかあの岩場を突きってライディーンに。おう、そのまさかよ。俺があいつに乗り移らなきゃみんなは助からん。今度ライディーンに入ったら出てこれねえぞ。大地、こんなところからフェードインできんのかよ。黙って突っ込めばいいんだ。でも大きろ。よーし、わかった。突っ込めばいいんだろ。
と。これが雷電でございます。よし、行けマストドン。アキラ、アキラ、やって。大丈夫か。空中で悪が悪いと見て逃げるつもりだな。戦う命をかけて、きっとその手に勝利をつかめ。バストドン、夏を一気に叩き潰せ。ライディーン、マストドンとの一騎打ちにいらぬ手出しをさせるな。強い。ライディンがこれほど手強い相手とはな。何をサーキン様。とうとう仕留めたようですな。静まれ、アギャル。ライディンの力はまだ残っておる。何ですと。奴に奥の手を全て出させるのだ。敵を知り尽くせばたやすく倒すことができる。バカな。ご覧ください、シャーキン様、バストドンはもはやあの通り。おいから見ておれ。はっ。ああ、
の奥の手か。よくも。はい。ひねり潰してしまえ。沈めるのだ。はいはい。たわけ。なんてすら満足に操ることができんのか。いえ、引け引け。ライディン、貴様の息の根は必ずこのシャーキンが止めてみせる。岬の岩が崩れる。ライディンが岩の中に入っていく。おお、
じいちゃんは研究している無大陸の古い記録にライディーンが勇者と共に戦うと書いてあったろ。うん。俺がライディーンにフェードインすると動かし方を教えてくれる声が聞こえるんだ。俺はライディーンに選ばれた勇者。勇者？そうだ、俺が勇者ならライディーンと共に戦うぜ。だろう心が燃える。戦えと戦えと誰かが叫ぶ。行くぞライディーン、果てしない空へ、ラララララ。俺はアキラだ、俺はアキラだ。ライディーンにフェードインする特訓をしていたとき、鋼鉄化石獣ガーダが現れた。ライディーンにフェードインした俺は一気に勝負をつけようとした。けれど戦いの最中にライディーンの最大の弱点が現れてしまったんだ。ライディーンの体が動かない。次回勇者ライディーン、鋼鉄獣ガーダにフェードイン。